Right, I'm back. Although I am not completely healed yet, but I am more than I am healthy enough to at least go through this episode of Attack on Titan 3. And yeah, hopefully I will fully recover in the next section or in the next episode of my playthrough of Attack on Titan 3. So, without wasting any more time, right, let's just jump right into the next episode of my playthrough of Attack on Titan 3. So, without further ado, let's just jump right in. Also, probably from here on out, Ryza will most likely will be ranked in this outfit because I personally really really like this outfit. And as a matter of fact, right, you know, I'm not gonna say it, but I guess figure out what's the other reason I really love this outfit. But you know what? No. Let's visit everyone else's house first. 王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、空間島が天国に思えてくるな。Oh, good, it's sunny. あいつ、話を聞いてみるか。手伝ってやろうぜ。200 SP, nice. Alright, let's continue on with the quest. So we'll be starting off by heading visiting Len's house first. このクソガキが急に絡んできやがったのさ。今さら真面目な話があるだと？俺の知ったことかよ。このクソ親父、何一つ本気で向き合いやがらねえ。だからギリギリ通じるこいつしかねえんだ。帰ってきた時はそしらぬふりしといて今さらか。手前がってばかり抜かしやがって。あんたがそれを言うのかよ。俺にも心の整理をつける時間が必要だったんだよ。だから知ったことかって言ったぜ。なんで俺がおめえの話に付き合わなきゃなんねんだ。一応は俺の親だろうが。ちゃ、いつまでもピーピーうるせえ。いい加減黙らせてやる。昔みてえにこいつでな。二人ともやめ。こんなもんかよ。昔の俺に言ってやりてえぜ。本気で挑みは5回に1回は勝てたぞってな。真面目な話って言ったが、別に俺が話すんじゃねえ。ほんの少し前、偶然旅先で出くわした。母ちゃんからの手紙だ。あ、な、確かに渡したぜ。もうすぐ俺はまたライザたちと旅に出るが、今度帰った時また知ったことかなんて抜かしたら
本当に許さねえぞ。ライザ、行こうぜ。Next up, let's meet Tao. And I believe he is... I'll just follow the map, Hold up, before that. About 200 more SP points.ボス君、空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか？ええ、もちろん。いい商談になるといいね。手早く解決いたしましょう。キッド？何ですね？あお。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。Okay, let me do a little bit of side quest because considering the fact that reward is 200 SP and I need as many SP as well as possible, so yeah. これも使えるのか？That's another 200 SP. If it's some random quest that requires, oh, shut up, hold on. Claudia のとこに入り浸ってるとお菓子の食べ過ぎで太りそうだね。ライザはいつも忙しく走り回ってるからそれくらいでちょうどいいんだよ。はい、オートより一通即便で届いております。持ってまいりますので応接室でお待ちください。ありがとうございます。あ、や、二人ともいたんだ。こんにちは、タオ君。聞こえちゃったけど、オートと手紙のやり取りというと相手はパトリツィア嬢ですかね。オートからの側便は多分ね。そろそろあれの結果も届く頃だろうし。あれ？そっちよりも僕の方が側便を出しに来たんだよ。パティじゃなくオートの知り合いに。オートの知り合いって学園の人たち？うん、ボスと相談してさ、オートで例の本にあった竜の風跡って言葉を調べてもらうことにしたんだ。真面目な話だったんだね。ありがとう。いいよ、友達だろ。クラリア、僕らが旅に出た後空剣島に届いた手紙は？分かってる、ちゃんと転送してもらうようにするよ。即便の手配をいたしました。オートから届いたものはこれです。お受け取りください。はい、ありがとうございます。うわ、分厚い封筒。さっきの件なわけないし、一体何？パティからだけど、まさか。
さっき言ってたあれってやつかもね。これってまさか両方両方って何が？ごめん、今日は帰りが。ん？どうしちゃったんだろう、タオ君。さあ。Is it the Razen District kid?Oh, that's like what, 600-ish? Fine. 勝手知ったる空間島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。Oh, okay, okay. I think we most likely will be heading back to Raisa's home, from the way I see it. I might be wrong, but we'll see.Hopefully the quality looks good on your end, because this video will be rendered in 4K. So, Sardonica は100周年ですが、空間島はもっと長いのですか？島ができた時から数えたら、もう何百年と経ってるはずだね。歴史はそこが見えませんね。So, as I was saying, hopefully the quality looks good on your end.I don't think I've been to this place before, right? Hey, Luberto さんからお手紙？今は対象をクラウディアに任せて家で楽隠居してるんだっけ。大げさすぎるよ。紹介は今お父さんが故郷で運営を総括して主要な対象を私が管理するって感じかな。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにしなさいって返事。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認の手紙を送っておいたんだ。さすが手回しが的確だね。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態っていうから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと変わりないんだ。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。え？あの時ライザが私たちをもう一度まっすぐに結びつけてくれたから、お父さんも私も遠慮なくお母さんのことを話してどうするかをお互いに相談できるようになったの。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのはクラウディア本人なんだから。勇気？ん？どうかした？
ねえライザ、錬金術って物を作るだけなのかな。え、あ、今の話は忘れて。ちょっとライザに甘えすぎなことだから。なんだかわかんないけど、いつでも続きをどうぞ。クラウディアのことちゃんとわかってるから。ライザ、気遣って考えて遠慮もして、でも言うべき時には言ってくれるんだよね。Who's next? Of course. Then the last one will be Erika. What? Oh wait, no, wait. Give me back. Just roaming around instead of teleporting, performing a fast teleport. 空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだタオ、武器交換してみるか。ライザなら有効活用してくれるよね。この組み合わせも久しぶりだね。ライザか。よ。ランバー、久しぶりにボースと仕事できて嬉しいんじゃないの？まあね、ボースさんに不在の間に変わったこととか説明する役目をもらってさ、適任だろ？確かにこれ以上ない。ん？どうしたのボス、人のことをジロジロ見たりして。ボス、いや絶対にありえない。 What was he thinking? 何、どういうことランバー。あれかな、実はモリッツさんがせっかく帰ってきたボスさんを話したがらなくてさ。実はって言われなくても分かってるよ。それでフルークスターの方だったかな、貴族のお嬢さんとの縁談をそれとなく進めたんだ。ん？ああ、結婚して島に腰を据えてほしいと。有力者のご霊息も大変だね。で、ボスは断ったと。よくわかったな。もう取り付く島もない断言でさ、その反応にモリッツさんがすんげえ焦って聞いたんだ。まさかシュタウトのあれと心に決めているのではなかろうなって。わお、ん？シュタウトのあれ？Who else? もちろんボスさんはそれは絶対にないって同じくらい断言して今ここに逃げてきたってわけだ。And Raisa is... こら、ボス！何が絶対にありえんなのよ！そういうとこだと思うんだよな。Well... Alright... お、oh.ボス、どうしたの？やけに疲れてない？ああ、ライザか。
何、外の店で食事しただけだ。港の近くのな。いいな。あの辺って村の中では割といいお店多いんでしょ。行ったことないけど。そのようだな。ま、おそらくうまかったはずだが、全く味を覚えてなくてな、さっぱりわからねえ。いや、そもそも食べたかどうかもよくわからん。どういう状況なのよそれ。もったいないな。初対面の見知らぬ女と同席して、よくわからん話に口を合わせて食べる飯なんて楽しめるかよ。そう、私だったらそんなの全然気にならないし、バッチリ楽しめるけどな。その能天気な性格が羨ましいぜ。お前はこれからもずっと変わらずにそうであってくれ。それは失礼じゃない。なんだかよくわかんないけど、ボスも大変なんだね。Hey, before all that, are there any other character quests that I need to look out for?There is one here. Let me focus on meeting up with Federica first. I hope you lot have a good look off. 眠くなってきた。眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど。寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使う。あ、いや、なんでもないよ。フェデリカ is over here? フェデリカ、こんなところで何してるの?ライザさん、あ、いえ、特に何ということは。ただ、考え事は。考え事って、サルドニかな?そちらは、二人がうまくやってくれているようです。考えていたのは、ライザさんや、あの島のこと。フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな?はい、どちらへ?ちゃんと私たちのことを説明できる場所。きっと驚くよ。私たちもそうだったんだから。Oh. The underground... って感じで、私たちは故郷を救ったわけ。今また証拠りもなく危なくなってんだけどね。何を言っていいのかわかりません。錬金術にクリント王国、異界、いろいろありすぎて。説明が乱暴だったかな。脅かすつもりはないんだ。ただ話じゃ分からなかったと思うけど、怖いだけじゃない、ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今新しい冒険に新しい仲間も飛び込んできた。私はフェデリーカのことをそう思ってる。それだけ言いたくてさ。ライザさん、あの宮殿に入ることができたのも新しい仲間のおかげ。まあ結果はあんなだったけど。ありがとうございます、ライザさん。私も仲間としてできることでお手伝いさせてください。そしていつかライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じたい。きっとすぐそうなるよ。改めてよろしくね、フェデリーカ。はい、
こちらこそ、ライザさん。一通りみんなの様子は見れたかな。一度家に戻ろう。はい。But, bro, Raiza literally shoved all of the events that happened in Atelier Raiza 1 onto Frederica. So it kind of makes sense, as to Frederica be like, oh, brother, I need take time to eat, to digest all of this, man. Like, what the heck? Yeah, is that... Now, it's just...So back to Raiza's room. Okay, no character quests on this side of the map. So I believe it's... Yeah, it's only one. Only one right over here. Oh. あの人は。行ってみよう。絶対何かあるよ。These BSP points. Boku tachi no deban da ne. Yeah, doable. But the reward is kinda underwhelming. Kinda wish it was SP points again. Whatever.Let's just grab that thick reference book and then hand it over to the owner.何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？とりあえず集めておくか。Okay, found the thing reference book. Next.By the way, is there any shop that sells armor? Because I definitely need better armor. Where did I find that shop? 雲が増えてきたな。気温が下がるのはありがたい。It's already evening. さすがに身長の伸びも止まったかな。これで平気だと思う。言われてみれば、なんかもう昔のタオが思い出せねえよ。Increases defense, increases speed, damage restrain. It doesn't heal, so I'm not gonna bother keeping that.
Because I want stuff that not only heals my character but buffs them as well. And debuff to top it off. Basically a 3-in-1 item, which is most likely the elixir. But then again, we're still at the earlier part of the game, so that's that. Hold on, let's see if I can find a... No weapons, bye. Screw you. Get back. Oh. Mega Mao? Where did I? Where's Mega Mao located? Ne, doko ni iku no sa? No. I'll just focus on the main objective. Screw you. Isn't there a... Character quest first before I wrap this up. Let me do that one character quest first before I wrap this up. 旅先で私のことを知ってる人と会ったんだ。ほえ、有名人じゃん。取引先の人か？バレンツ商会もどんどん大きくなってるな。そういえば、ボスがモリッツさんに縁談をし勧められてるらしいんだよね。有力者の家に生まれると大変だよね。いいこともあるのかもしれないけどさ。そうなんだ。実は私にも似たような話が来たことあるの。嘘、クラウディアにも？まあでも。クラウディアならそういう話が来ても別におかしくないのか。それでどうしたの？断ったよ。あ、そうなんだ。でもなんで？ライザも知ってると思うけど、今は仕事がね、かなり忙しいし、でもやりがいもあるし、仕事の方が優先順位が高いからまだそっち方面はいいかなって。なるほどね。それにしてもそんなに仕事熱心だったなんてすごいね。私ちょっと思うんだ、結婚しなければならないって嘘だって。一人で生きてる女性だって世の中にはいくらでもいるでしょ。そういう生き方も選択肢の一つとしてあるんじゃないかなって。はあ、いや、やっぱりクラウディアって大人だね。でも本当はね、まだライザとこうして一緒に冒険したかったからだよ。クラウディア今だって仕事休んでこうしてこっちに来てるくらいだからね。うん、やっぱり晴れると気持ちいいね。Okay.
anymore. Right, now we can head back to Princess home. And not to mention it's already night time to top it off. クーケンフルーツの畑を増やしてるんだ。ワッサムギだって他に売れるほど美味しいのに。島の外に高値で売れるからね。うちはそれほど変わらないけど、思い切って畑ごと変えた家もあるよ。昔はクーケンフルーツなんて道端に生やしておけって扱いだったのに、変われば変わるものだよ。知ってる眺めが変わるってなんだか寂しいね。これから先もっと変わっていっちゃうのかな。これから先といえば、ん？お前はどうするんだ？どうするってどうもこうも錬金術師として頑張るつもりだけど。そういうことじゃなくて、ライザの言うそれは生き方の話だね。ん？どういうこと？あれ、クラウディアだ。はい、ただいま。夜分にお邪魔してすみません。いいえ、いつもライザがお世話になって。もうそういうのはいいから。それでクラディア、何か用事？用事というよりお知らせかな。着いたよ、船が。お、それじゃあ、Time has come. 一晩休息して出航は明日の朝。もうみんなにも伝えてきたよ。そっか、それじゃあ空間島で過ごすのも。今夜の食事はライザを送り出す会に変更だね。バレンツのお嬢さんもご一緒にどうです？あまり大したものはご用意できませんが。いいえ、すごく嬉しいです。この子の旅先の話を聞かせてもらえませんか？いろいろと心配で。私ちゃんとやってるよね、クラウディア。うん、ライザは旅先だと。Then the next day。そろそろ港に船が着いてるはず。よし、出発しよう。As much as I would love to have Ryza ready. そうだ、フェデリカ。今度街での仕事について聞かせてくれないか？もちろん構いませんが、勉強熱心なのですね。やめろ。からかうな。Much as I would love to let continue Ryza wear this outfit, but since we're going on a journey, let's have a change of outfit. Back to the alchemist gathering gear. 着替えだ。I really wish there's a jacketless outfit of this outfit, but unfortunately, as of this very moment,The jacketless outfit is only available through early access. Unfortunately.
なんだ？買い物でもあんのか？ Wait, I'll just teleport this time.みんな、準備はいい？なんだか旅立ちも慣れてきちゃった。クラウディアやレントにはこれが日常なんだね。だからって、何も感じないわけじゃねえぜ。故郷を出るってのは特にそうだ。うん、だから思うの。旅立ちは楽しいもの。お土産を持って帰る時のことを思えばいいだね。まあ今度の旅の目的はワクワクできるようなものじゃないんだけど、あの二人を探して聞けることを聞いて、とっとと忌々しい宮殿の謎を解かないとな。それじゃあフォーレまでアンペルさんとリラさんを探しに行こう。フォーレで。Here we are at a new area. What should I say? A new region to be precise. ここがネメド地方。当たり前だけど、クレリアとは全然違うな。昔の空剣島と比べてもすんげえど田舎だな。普段ならこんな大船は寄港しない辺境の里ですから。空剣島の照りつける暑さと違って蒸し暑い感じがするね。ちょっとだけ地図を見たけど、広大な森林と湿地帯が近くにあるみたいだね。こんな場所まで調査に来たのか。相変わらずだな、あの二人は。アンペルさんはライザさんのお師匠様という話でしたよね。大丈夫でしょうか。あの二人なら大丈夫だよ。きっとずぶとく過ごしてるはず。そうだね。あまり大きくない里なら人探しも難しくはないのかな。ま、当たるだけ当たってその反応で状況を探ればいいさ。さすが、こういう時は頼りになる。ん？どうした、タオ？ほら、あれ見慣れない道具が。What the hell is that? さすがタオ、細かいところにも気づくな。こんな土地にしては随分と高度な錬金術か。どうだろう、調べてみないとわかんないけど。とにかく二人のことを聞き込みしてみよう。あ、待て、よそ者。どこに行く気だ？どこと聞かれると困るな。ここは初めてなんだ。お前こそ何か用か？怪しいよそ者を見つけてやっつけるのが俺の役目だ。あ？私たちは怪しいものではありません。ここには人探しに。黙れ。俺が怪しいと思ったからお前らは怪しいんだ。We don't like this guy already. そんなむちゃくちゃな。こいつは話したいんじゃなく腕っぷしを見せろって言ってんだよ。いいよな、ライザ。お好きにどうぞ。よし、じゃあやるか。よう少年、俺が勝ったらフォーレって場所に案内してくれねえか。勝てたらな。うわ、ティアンが負けた。あの暴れん坊が。信じられん。こんなもんでどうだ。わ
かった。俺の負けだ。今は難しそうです。約束は守る。コウレの里は北だ。ついてこい。随分と話が早いですね。手間が省けていいじゃねえか。この力使っても平気なんだよね。手伝ってやろうぜ。That's not gonna happen. I'm sorry.Let me do that one character quest first. Let's run. ですよね。うん、そうかな。No. 子供の頃から走り回ってるからだろうね。こんだけ見事に咲いてるんだ。魔物に荒らされてもらいたくねえな。なんか当たり前のように武器振るって戦えるようになってるよね。やっぱりあれ、私が島に帰ってからオートで特訓とかしてたわけ。ボースが島に戻ってきてからその辺あんまり詳しく聞いてないけど、どんな生活してたの？別に特に変わったことはしてねえよ。強いて言えばお前も知ってる通り、オートの物価の高さにずっと苦しんでいたわけだが。もうね。ああ、やっぱりずっとそうだったんだね。その辺の悩みはボスだけじゃないね。僕やレントもずっと苦労したよ。商売したりしてるわけじゃないからな。所詮はただの学生だ。根本的に解決されることはない。島の生活だとそういうことで悩むことってないもんね。オートだからっていいことだけじゃないよね。で、俺も学園にいたから論文を書いたり勉強したりする必要があったわけだが、金がないから働く必要もあった。でも論文なんかに専念すると働けなくなる。そこで今まで以上に短期間で身入りのいい仕事をやることにした。というと？魔物退治とか金持ちの商人の護衛とかだな。平たく言えば命の危険性が出てくる仕事ってことだ。俺は最初はやめといた方がいいって言ったんだぜ。けど絶対にやるって聞かねえんだ。結局僕らも巻き込まれる形でいろいろ手伝ったりすることになっちゃったね。仕方ねえだろ。力仕事くらいじゃとてもやっていけると思えなかったんだからよ。今さら言ってもしょうがないけど、モリッツさんにでもお願いすればよかったのに。それは嫌だったんだ。ボスってつまんないところで妙な意地張るよね。うるせえ。だがそのおかげで魔物と対峙しても人並み程度には戦えるようになったんだ。まあ
結果オーライってとこだな。想定外のことがあったとすれば、結果として論文に使える時間がそがれてしまったことだけどな。おう、Not engaged, right? Not engaged, right? Not engaged. Use that. And it's not really. これ全部菜の花ですか？すごい量が広がっていますね。ちゃんと人の手で管理されてるみたいだね。どんな素材も無駄にならないからね。ライザなら有効活用してくれるよね。あお、シミュミティブシミパイ。よっ。これも使えるのか？いいもの手に入るかな。With that, I should be able to unlock gathering level 3. Please don't tell me that's a level 4. Oh, boost. Okay. Staff gathering level.This is quantity boost. Okay. Quantity boost, not my priority list, but it's the quality. Yeah. Quality matters. さあさあ、集めちゃいましょうね。チア！とりあえず集めておくか。Okay, I've unlocked one area. Brother, that's a long way, man. Oi! Guess I use this. That's a long way. ここの漁師は昼も夜も関係ないらしい。ま、賑やかでいいと思うがな。そこ、人がいますね。No, no. Focus on the main objective. Focus on the main objective. Focus on the main objective. Sorry. お、なんかいい匂いがする。村で魚でも焼いてるっぽいな。またよろしく。Teleport waypoint nearby. Let's go unlock that. 霊獣の好物って何なんでしょう。果物とかあげてもいいのかな。こんな場所もあるなんてな。またよろしく。集めておこう。そろそろ一日が終わるね。拠点に戻る準備を始めよっか。
魔物が集まってるみたいだな。みんな敵よ、行こう。行こう、行こう。クラウディア、一緒にやっつけよう。終わらせる。ライファー、私に任せて。うん、行ってて。この敵から鍵が作れるんじゃないかな。行くぞ。クラウディア、よろしく。当たる、当たってて。まだ当てられる。クラウディア、氷の剣、頼んで平気か。守りが解けた。今なら楽に倒せそうだ。やりますね、ボスさん。使うのはこれに決めた。発動。さすがだね、クラウディア。せーの、これで貴様を切る。そこ、うわ、もう一度当てられる。よし、こっちは倒したぞ。ペレリ、やったよ。クラウディアさん、任せてください。これで、これで決めますよ。はっ、よく切れる前でしょ。行くぞ。大丈夫だよ、ペレリか。ガガッタ、いいところで決める。これもどうぞ。残りが集中攻撃で倒せるかな。フェデリーカ、いい感じだぜ。お願いしてもよろしいですか。フェデリーカ、まだまだ生きれるか。フェース2、頑張ろう、クラウディア。よいしょ、頑張ろう。これで押しないよ。冷たいよ。真っ二つよ。熱いよ。心配せず、俺に任せろ、ライダー。今なら鍵が作れるかも。ありがとう、ライザー。これでだ。いや、おい、修行をせるか。フェデリーカ、頼める。中に、やった。こちらの敵は倒しました。はい、フェデリーカ、いい感じだぜ。続けます。くらえ。こんなことができるんですよ。よく切れる前でしょ。もっと大丈夫だよ、フェデリーカ。これなら、はっ、くらえ。連続だ。あれだけ弱っていれば任せて。フェデリーカ、これなら、もう一度。みんな気をつけて。すごい攻撃が来そうだ。私の戦略だよ。せーの、指がなかったね。氷の宿よ、今なら攻撃が通るかも。どうだ、クラウディアさん。遅い。同じところにライザー、お願い。ヘースピー、オーダーズアビッグワン。援護は任せた。しようかな。私が援護するよ、ボス君。いけ。ありがとう、ライザー。始めるよ。一緒に、よし、これに決めた。さあ、行くわよ。はい、すごい一撃。連続よ。任せたよ、ライザー。心配せず、俺に任せろ、ライザー。くっ、止め。すごい一撃。くっ、飛べ。思いっきり。任せろ、俺が突っ込む。今に何か作れるかも。くらえ、くらえ。スーパーの追加さ、生きれるか。引きやり、まだまだまだ。どうだ、やめてこーい。連続だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。お、やるじゃん、と。うん。大盤振る舞いよ。すまん、助かった、ライザー。私の仲間たちに力を。くらえ。クラディア、お願い。ライザー、私に任せて。しぶとい。もう一度、動きが見える。はあ、行くぞ。見えてるよ。同じところに指がなかったって。修行の成果だ。氷の矢だよ。おい、気をつけろ。風が一緒だろ。やばい雰囲気だぞ。これなら、使うのはこれに決めた。発動。さすがだね、クラウディア。使うのは鍵の力、解き放つね。
これでいくよ。うん、力を感じる。連射するよ。これも通る。これでどう？この矢は速いよ。体が軽い。ちょっとやばいな。連射するよ。ここガラキ。これでどう？この矢は速いよ。リトルで決める。ヘクラウディア。しまった。攻撃だけの技だと思うなよ。はっ、始めるよ。行っちゃって。助かったぜ、クラウディア。ライザー、お願い。クラウディア。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライザー。始めるよ。鍵の力を使えば。これに決めた。さあ、行くわよ。くらえ。まだいける。せーの。はぁ、まだいける。様を切る。くらえ。せー、思いっきり。はぁ、まだいける。楽だ。私たちの勝ちだね。おぉ、I'm pretty sure everyone has already leveled up。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。少し強くなれた気がします。Oof, that feel like a mini boss fight, not gonna lie. 手伝って。Let's head to the left side. We can find the... It's quite near. ここも地図に記しておこう。よろしく。ふっ、ワクワクするよね。工芸に使える素材はありませんか？とりあえず一休みだ。どれも美味しそうだけど。これ美味しそうだな。しっかり食べてね。いただきます。どれくらい休んでいこうかな。はあ、休憩は終わりだ。出るぞ。手伝って。Okay. Yep, we're quite far away. Let's keep going. なんか気になるものがたくさんある。おいおい、目的を忘れるなよ。もうすぐ着くのかな。誰にも見られてないし、
ここならいいだろう。真ん中がライザだな。でかいのがレント、メガネがタオ、長い金髪がクラウディア、目つき鋭いのがボース。え、どうして私たちの名前を。俺はディアン・ファレル、リラとアンペルの仲間だ。そうだったのか。さっきは突っかかって悪かったな。仲間じゃないって演技をする必要があったんだ。詳しい意図はおいおい聞くとして、アンペルさんの入れ知恵ってところか。ああ、そんな感じだ。うん、あの人はやりそう。それで信用するのもどうかと思うけど。お前は聞いてない顔だな。何者だ。おう、フェデリーカ。フェデリーカだよ。私たちの新しい仲間。よろしくお願いします。はあ、まあそういうならいいか。なんか信用されてない。さあ、里はもうすぐそこだ。そこで詳しいことを話そう。手伝って。Oh, we're almost there. 俺たちの冒険に付き合ってくれる霊獣にも感謝しないとな。ここがフォーレの里だ。ライザ、気がついた？うん、あちこちに竜をかたどった飾りが。この土地は竜を崇めているということか。配置のパターンとしては魔除けに近いかな。どうする？早速詳しい事情を話してもいいが。その前に一旦腰を落ち着けたいところだね。またやるんですね、例のやつ。例の？ねえ、この空き地って借りても問題ないかな。あ？空き地なんていくらでもあるしいいと思うが、何する気だ？拠点の準備をしようかなって。 Yep, as expected.それじゃあみんな協力よろし。おう、任せろ。ここまで来ると慣れたもんだな。I believe it's right around。なんだろう、あれ。なんだか見られてる？みんなでやればすぐ終わるはず。みちゃ。Charm around here? Nuni! Oh, okay. これで平気だと思うんだけど。よかった。
Right. Let's not waste any time and build an atelier over here.材料は入れる場所は何入れようかな。どこに入れよう。材料は何入れようかな。入れる場所は材料は入れる場所は材料はいい感じじゃない。よし、行け。Alright. Third atelier. Here we go.A little different. これが錬金術の力か。やっぱりみんなこの反応になるんですね。すっげえ。俺にも教えてくれよ、錬金術。いや、簡単にやってるように見えて意外と大変なんですよ。ナイザー、鼻の下伸びてるぞ。これが普通なのか。とんでもないな、お前たち。ライザ、いや、ライザネーと呼ばせてくれ。あ、え、構わないけど。早くも懐かれたか。とにかく中でゆっくり話そう。それじゃあディアン君、話を聞かせてもらっていい？面倒だからディアンでいい。俺は里に来た二人に案内人として雇われたんだ。案内人というと、やっぱりこの近くに遺跡が？近くじゃないけど、ネメドの森にでっかい遺跡がある。二人はそれを調べてたけど、里の連中は嫌がってた。あー、はっきり想像できるぜ、その反応。ここもああいう感じか。それから二人は？禁じられてた奥地に踏み入ったのがバレて、今はある場所に閉じ込められてる。本当に相変わらずだな、あの二人は。アンペルが言ったんだ。そのうちライザたちが探しに来る。我々の仲間と知れたらまた捕まってしまう。だから余計なことをする前に喧嘩を打って、里に連れてきてから事情を説明しろって。さすがアンペルさん、完全に私たちの行動が読まれてるね。師匠は健在か。いつか二人を助けるときに力を貸してくれ。それまでは親しい感じじゃない方がいい。他にも伝言がある。後で動きやすくなるよう森での探索に慣れておいてくれ、だそうだ。全然諦めてないね、これは。それともう一つ、
これだけで伝わるって言われた。ここには門がありそうだって。 The ground gate。 ここにお二人が調査しているというあの門が。俺にはよくわかんないけど、でもライザ姉にはこれで伝わったみたいだな。ああ、うん、十分伝わったよ。ありがとう。僕らも調査を急がないといけなさそうだね。さっき勝手に入ると捕まるって言ったよな。許可を得れば入って構わないのか。ああ、賢者様の許可があれば遺跡に入れる。賢者様？簡単に言えば里で一番偉い人だ。なるほど、ここでの村長みたいなものか。なあ、俺に任せてくれないか。うまいことやれば許可ももらえるはずだ。本当？それならぜひお願いしたいけど。し、屋敷に行こう。ライザ姉は話を合わせてくれればいい。ディアン、なんだか張り切ってますね。すんなり話が進むのは助かるが、何か裏があるのか。ほら、早く行こうぜ。さあ、行こうぜ。里の西、池の向こうのでかい屋敷だ。Things were already inside the atelier. A change of clothes and grabbed the mic. Chigaeda!Got an idea. Eh? 変じゃないといいんだけど。変じゃないといいんだけど。変じゃないといいんだけど。感じかな。こんな感じかな。Black is the worst. Lens. お、悪くないぜ。お、悪くないぜ。お、悪くないぜ。Awful. いい感じじゃねえか。いい感じだと思うよ。よし、気に入った。これで行こう。へえ、いいじゃないか。スナイスオープン。ウェイ、これ気に入りました。Since we're at a new area, might as well everyone have a change of clothes if you guys don't mind. Nani tsukuro kana?I now upgrade to start here. 入れる場所は。レベルアップ。何入れようかな。入れる場所は。何入れようかな。何入れようかな。Oh, brother.
not good enough. 考えすぎかな。必要なのは大体無敵ですよ。これも再利用よね。I'm getting rid of all the zeros, man. I don't get that. Gems on. Okay. I am getting rid of all the zeros. There's still no select all option. And I have to pick them all up manually. Just like in the Atelier Ryza 1 and Atelier Ryza 2. How the hell did I get the... Never mind. A 1900? What the f- Let's just focus on good idea. さてと、何をしよう。仕上がれ。いってらっしゃい。気をつけてね。はい。あ、there's a character quest nearby。嘘でしょ。マジかよ、クラウディアがまさかそんな。どうしたの3人とも。ああ、ライザ聞いてくれよ、ヤバいんだって。クラウディアがさ、虫を食べるらしいんだ。はあ、虫。虫なんて僕たちにとってもその辺りにいくらでもいる身近な存在だけど。さすがに食べたりはしねえよ。けどクラウディアが。クラウディア、本当に食べるの？ I'm serious。 みんな怖がりすぎだよ。私ね、仕事の関係でいろんな場所に行くんだけど、その中には当たり前のように虫を食べる地域もあるんだ。私はもともと虫は平気だから、勧められるままに食べてみたんだけど、意外と美味しかったんだよ。あ、それってあれ、その辺にいるやつをひょいっと捕まえてパクッと食べる感じなの？
まさか、さすがにそんなことはしないよ。ちゃんと味付けして調理するよ。聞いた話だと、土地が痩せてて食べるものが少なかった地域で栄養が取れるからって食べ始めたり、作物を食べちゃう害虫を捕まえてそれも食べてしまおうって感じで始まったみたいだよ。そうか。いや、なんかこう平気だよって感じでいろいろ説明してもらったけど、やっぱり無理だね。そう、残念。でももし試してみたいなら言って。調理の仕方とか教えてもらったから。空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。いらっしゃい。手伝えることがあれば言ってね。欲しいものはあるかい？欲しいものはあるかい？ Oh, this is an accessory. What am I thinking? これでいいのかい？ありがとうね。毎度どうも。またよろしくね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだ、タオ。武器交換してみるか？いらっしゃい。何を買うんだい？Shut up. またよろしくね。Hey, without further ado, let's go to the chief's manor.僕らで手伝ってあげない？Okay, so this is the village chief. Watashi wa Dolto Curtis. Mina kara wa Genja to yobare teiru. Oh, it's Okiayu Ryutaro san. Domo, Raizarin Shutato, Renkin Jutsushi desu. Hou, Renkin Jutsushi. Genja sama, Kanojo ra Tanehiroi ni shigan shiteru nda.種拾い？ What is that? ああ、そうそう、種拾い。やろうかなって、楽しそうだし。何の種を拾うんだ。さあ。ディアンをのしたと聞いている。腕は立つようだな。ああ、負けた。残念だけど負けた。いかにも我が右腕レントが里でも有数の選手をやっつけたのだ。この意味がわかるかな。おい、誰が右腕だ。誰が。そうか、貴殿らの実力を疑うわけではないが、部外者に神聖な遺跡の探索を許可するにはそれなりに対面というものが必要だ。対面ですか。私だけでなく里の者たちにも認めてもらう必要があるということだ。つまり信用を勝ち取れと。里は今人手不足でな。そこで貴殿らにもご助力願えないだろうか。なるほど、そういうことであればお任せください。スパッと解決してみせましょう。
ディアン、先導役を頼めるな。ああ、もちろんだ。So, long story short. なんだか、手よく利用された感がありません？まあ、神聖な遺跡って言ってたし、入らせてもらうからには筋を通さないといけないかもね。で、ディアンよ、さっき言ってた種拾いってのは何なんだ？ああ、説明がまだだったな。ネメドの遺跡には光の種っていうすごい力を秘めた素材が落っこちてるんだ。なるほど。その光の種ってのを遺跡から拾ってくるやつを種拾いというのか。俺もその一員だ。まあ下っ端だけどな。へえ、すごい力を秘めた素材ね。気になるところだけど、種拾いとしてなら遺跡に入ってもいいってことなんだ。まずはその許可をもらうために里のお手伝いかな。案内は任せろ。里も森も全部俺の庭だ。頼りきりになっちまって悪いな。いいんだ、俺も楽しいからな。現地の人に協力してもらえるとありがたいよ。ディアン、よろしくね。改めてよろしくな、ディアン。ああ、よろしく。探索と戦うのは得意だぞ。こりゃ頼もしいな。手早く解決いたしましょう。Another taking down monster. No. Let's not beat the big one instead.また懲りずによそ者とつるんでいるのか、ディアン。テアドラ。あまり余計なことをしてみんなの手を焼かせるな。余計なことじゃない。俺には俺の考えがあって行動してるんだ。こちらはライザー、錬金術師だ。種拾いに志願したんだよ。はじめまして。私はデアドラ、里の種拾いを取りまとめる長をしている。デアドラ、実は賢者様と話して。困りごと？賢者様がそう言うのであれば従うわ。この前怪しい錬金術師を捕まえたばっかだから、みんな警戒してるんだ。まあそうだよね。ともかくそういうことであれば頼みたいことがある。里の種拾いは自警団の役割も担っているんだが、魔物の掃討に手が回っていなくてな。龍樹の周辺に住み着いた魔物の掃討を頼みたい。なるほど、わかりました。お任せください。なんだか小手調べって感じだったな。警戒されてたしね。リュウジは里の東にある森の中だ。それ。Okay. Since Dian is in the party, right? The preparation. Oh no no no. Then and yeah.
through the window. Where is... Whoa, there's two character quests already? Let's just follow the path for now. Kagi ga yaku ni tatta ne. Blazing Maiden. I wonder how hard it is. もう昼か。この生活をしていると一日が。敵だ。気をつけろ。ケント君がいれば安心だね。これでおしまい。クラウディアの弓、期待してるぜ。もう一度、おりゃ、どうだ、もちろんだ、クラウディア。終わりだ。冷たいの効くよ。ふん、おう、分かったぜ、クラウディア。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。まだまだ、今なら、おりゃ、どうだ、そりゃ、もう一度、氷の矢だよ。行くぜ。ライザさん、お願いしてもよろしいですか？フェデリーカ、みんな気をつけて、どうだ、あげるよ。ライザね、頼んでいいか。ふん、せい、やっせい、どりゃ、とどめだ、いっけ。ライザね、ありがとう。これでだ。こいつは痛いぞ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちゃうぞ。すごいよ、どうだ、邪魔だ。あたしたちの勝ちだね。Okay, not bad, not bad. New item. I don't see the Blazing Maiden though.And I ran out of keys. Ah, 発見。フォーレの里を見ていると、何か入ってるかな。ラーゼンボーデンの古老の顔が思い浮かぶな。まあ気持ちはわかるぜ。田舎はどこもこんなもんだったりするのか。見つけたものはちゃんとし。お、敵だ。さっさと倒そう。よろしくお願いします。ライザさん、これでおしまい。どうだ、ライザ、私に任せて。せっ、使うのは。行っちゃって。おりゃ、どうだ、俺の勝ち。もちろんだ、クラウディア。おお、わかったぜ、クラウディア。同じところに。どうだ。次がなかったぜ。おりゃ、うわ、いて。これで。しまった。来ねえならこっちからだ。こいつは痛いぞ。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。いっけ。ライザ、助かった。I'm gonna change my feeling again。おりゃ、払えよ。今ならできるかも。鍵の力を使えば。
俺を見るといいです。止めてみろ。まだまだこいつでどうだ。よし、よ今の行けそう。抜かすよ。やったね、ライザー。こんな冷たいよ。クリシマンな。どうだ。そりゃ誰にしようかな。大盤振る舞いよ。ライザーね、ありがとう。よっ、やばい。どりゃ、このままじゃ。こいつでどうだ。それどりゃ。もうすぐ長い。終わりだ。始めるよ。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。ワンダウンとゴール。せーのっと。皆さん、全力でやっちゃってください。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。はっ、どうだ。おりゃおりゃ、どっせい。こいつでどうだ。それどうしよう。はっ、このままじゃ。おりゃ、どっせい。今なら鍵が作れるかも。始めるよ。鍵の力を使えば。無事に決めた。さあ、行くわよ。せっかく、やっ、まだまだ。思いっきり、こいつでどうだ。思いっきり、頼む。強い一撃、連続よ。強い一撃、おい、どうよ。やばい、強い一撃、吹っ飛べ。一匹やっつけた。そりゃやったね、ライザー。いっけー。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザー、助かった。せっ、おりゃ、まだまだ。おりゃ、こいつでどうだ。それ、せーの。やべえ、これは冷たいよ。まあ、真っ二つよ。くらえ、見ちゃいなさい。ライザね、頼んでいいか。今なら鍵が作れるかも。おりゃ、ライザ、私に任せて。あまりに行けそうか。こいつは痛いぞ。そこ、もう一度。手で芋にしてる。おりゃ、おりゃ、まだまだ。Oh man, is it, it is a three-phase boss fight. いや、無茶はしないでくださいね。どうだ、ヘデリーガ、逃がすんだよ。とどめだ。逃がさない。おりゃ、見えてもよ。くらえてみろ。まだまだ、くらえ。やば、終わりだ。そうしたことだ。力を貸す。行くぜ、ゲリラ。クソ、効かないぞ、効かないぞ。やばいな。どうだ、とどめだ。ふん、今なら鍵が作れるかも。ライザネ、ありがとう。はっ、始めるよ。鍵の出番が来たようね。ウェイウェイウェイ、ほら、ウェイ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 。まだまだ、よっ、じゃあ、こいつでどうだ。止めてみろ。いけ、この、せーの。くらえ、どっせー、一番だ。わっ、立つよ。こいつでどうだ。しかないぞ、一匹やっつけた。ライザさん、お見事です。くらえ。どれにしようかな。いっけー。ライザね、ありがとう。はっ、どうだ、まだまだ。おりゃ、とどめだ。くらえ。ライザね、頼んでいいか。今なら鍵が作れるかも。よし、今ならいけそう。はっ、これも経験の差か。奇跡を起こす前です。効果あるでしょ。この、よっしゃ、こっちのは倒したぜ。分かってたけど、今度はさすがだね。どっせー、くらえ。今なら鍵が作れるかも。ライザ、助かった。
どれにしようかな。ウェイ、見せる。そりゃどうだ。そりゃ食らえ、とどめだ。続けるよ。そっせい、行かないぞ。ヤイクス。私としたことが。俺、足でまといだ。任せな、フェデリカ。行きます。いた。仕留めます。どうだ。よいしょ。とどめだ。はっ、叩いて。いた。それ。こんなこともできるんですよ。終わりじゃ。処理が。集中攻撃で倒せるかも。フェデリカ。その調子でお願いね。このよいしょ。どりゃ、けらえ。もちろんです。終わりだ。攻防一体の技だ。ほら、力が溢れてやがるぜ。それに耐えられるか。まだまだ。どっちだぜ。ただの扇と思わないでくださいね。まずい、このままじゃ。これでおしまい。首しまんな。今なら鍵が作れるかも。よし、今ならいけそう。やったな、ライザー。せっ、やっ、どりゃ。こいつでどうだ。よいしょ。冷たいのがいいかさ。行くぜ。どりゃ。こいつでどうだ。どれにしようかな。いけ！ライザ、助かった。おっと、This one。どれにしようかな。これに決めた。さあ、行くわよ。せっ、今の鍵が作れるかも。まだまだ。こいつでどうだ。いける。もう、ネキ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 。思いっきり。よっ。まだいける。しまった。くらえ。まだいける。それくらえ。まだまだ。よし、一匹やっつけた。やったね、ライザー。おばんざるわよ。はぁ、思いっきり。くりしまんな。こいつでどうだ。しまった。どれにしようかな。いっけ。ライザ、助かった。始めるよ。今ならできるかも。お願い、成功して。よし、できた。この、いっけー。おっと、いくぜ。この、こいつでどうだ。おしまい。任せろ、ライザ。一匹やっつけた。やったな、ライザ。ライザ、助かった。行くぜ。終わりだ。どれにしようかな。この、これでおしまい。それではやめよ。こいつでどうだ。やめちゃいなさい。来ねえならこっちからだ。今なら鍵が作れるかも。始めるよ。大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。やったね、ライザー。まだまだ。始めるよ。さあ、鍵の出番よ。とどめだ。それ、はっ、とりゃ。これはいらないよ。くりしまんな。とどめだ。Great step, baby. Okay. この。やっ。どりゃ。こいつでどうだ。この。どりゃ。やべ。みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。What? There's another one. How many waves are there? くらい。くりしまんな。くらい。こいつでどうだ。冷たいよ。任せろ、ライズ。
やべえ、まずいな、どうにかしなくちゃ。 Oh no dude, how many waves are there? 嘘だろ。 And the worst part, I mean staggered. しまった。 Damn it, didn't expect a phase 4 man, what the hell?Didn't expect a phase 4. Oh gosh. That's it. No more side questing. なんだか見られてる? No more side questing. Doing all these side quests is gonna get my ass whooped.恐れをなしたのかも。そういえばさ、クラウディアはなんで弓を使うようになったの？初めて出会った頃は違ったじゃない。あの頃はお父さんと一緒に旅をしていたからかな。弓を持つ必要がなかったんだよ。お父さんも空剣島の近くはそんなに危ない地域ではないって判断をしてたんじゃないかな。実際はフィルフさんもいたりして結構危なかったんだけどね。弓を使えばもし戦いになってしまっても前に出なくてもいいからってお父さんが言ってたんだ。基本的には戦ったりせずに隠れていろとも言われたけど、最初に弓に触ったのは本当に子供の頃だったからね。最後の手段ってことだったのかも。なるほどね。きっとクラウディアはお父さんに愛されて育ったんだね。そうだな。でも時々聞く耳を全く持ってくれないけどね。命中は従順でいい子だね。発見。またよろしく。楽しみの時間だ。はい、レスキューボイ。あ、発見。That's a huge ass tree. うわぁ、これは大きな木だな。里には、
この木は大昔の戦争時代からこの地に根を張り続けているという伝承がある。かつての戦火に耐え切ったから今では里の平和を祈る御神木になってる。へえ、うちの村にも似たようなものはいろいろあるよ。みんな遺跡方面に行くときはこの木に参拝する習慣があるんだ。そうなんだ。じゃあ私もそうしようかな。なんで参拝しないの？だって参拝するのは魔物に遭遇したりせず無事に帰ってこられるようにってことだろ。まあそういうことだろうね。俺は魔物と戦いたいんだ。魔物に出会いたいのに参拝なんかするわけがない。むしろ絶対にしない。ビリー、私もあんまり人のこと言えないけど、ディアもとんだはみ出し者だね。ああ、ね。Mr. Fragment。き？この木、竜に似ているような気もします。そういう見方をするからそう見えるだけじゃ。それないかもしれないな。See how many keys I have, by the way. Oh, I have two swords.どうですか？問題なさそうですか？ティアー！あ、トリアー！ We need to get as many ember fragments as possible.できたね。よし、もう少しだけ頑張ろうかな。おう、ジェリーナやったい。それあれが住み着いたっていう魔物だね。よし、早速戦おう。こいつらなら余裕ね。はい。このやトリオだ。フェデリーナ、頼める。わかりました。大丈夫。とどめだ。はい、行かないぞ。おお、任せろフェデリーナ。トリオ、せーのっと。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか？切り刻みなさい。とどめだ。怖いじゃありませんよ。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。お願いします。クラウディアさん、フェデリカさん。 This fight's been easier than the one that I fought in the war. ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。どうだ。こちら。どりゃ、そこなら当たりやった。一体倒したよ。クラウディアもなかなかやるもんだな。止めてみよう。もう一度。どりゃ、敵が見える。終わりか。壁が一緒なら。あいつやばい。みんな気をつけろ。よし、これで片付いたな。もっと大ごとを手伝わされるかと思ったけど、簡単な依頼だったな。向こうも様子を伺ってる感じだったね。
テアドラは部外者に種拾いを手伝わせること自体反対なんだよ。我々の生活を支える種を集める行為は神聖なものだとかなんとか。ああ、田舎ではよくある話だな。本当は里にいる種拾いの戦士だけで解決したいけど、人手が足りていないってことですか？テアドラは心配性すぎるんだ。まったく、うんざりするぜ。大人ってのはそういうもんなんじゃねえか？ディアンが私たちを積極的に手伝ってくれるのは、種拾いを手伝ってもらうためか。あるいは、ちょっとした反抗期なのかな。ま、ともかく報告に行こっか。Okay, Fatal Drive unlocked. When your tactic level is at 5, you can use the Fatal Drive by holding down B. Fatal Drive is extremely powerful, but after using it, your tactics level will drop to 1. Yeah. We're not done yet. 里で話をつけたら、うちの紹介と交易してくれないかな。クラウディアの手腕なら行けなくもなさそうだけどな。俺が思ってたよりすごいんだな、フォーレの技術って。準備はできています。 What the? みんな敵よ。それ行って。クラウディアお願い。ライザー、私に任せて。この位置なら俺の勝ち。もちろんだクラウディア。そこなら当たる。終わりだ。どうだ、俺の勝ち。そう、分かったぜクラウディア。痛いぞ。見えた。この道なら終わりだ。見えた。そりゃ同じところに闇がなくったって。ライザーお願い。暗い。今の一度作れるかも。こら、そりゃ気がしまんな。終わりだ。よし、今のいけそう。ブリッジ、オッケー。こいつめどうだ。始めるよ。いっけー。ライザー、助かった。おやっとっせ。まだまだ。聞かせろ、ライザーね。せーの、熱いをあげる。くせー、二つよ。食いしばんな。とどめだ。そりゃ、そりゃ、始めるよ。今ならできるかも。お願い、成功して。よし、できた。 OK、ルーンキーオプティン。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザネ、ありがとう。これでだ。せーのっと。フェデリーカ、頼める。わかりました。ライザ、感動だ。That's quite a lot of damage. Yup! I thought I'm gonna get my ass whooped by that wolf again. Holy crap.
敵だ、気をつけろ。あいやいやい、レントには負けないぞ。これでおしま、暴れてやろうぜ。お願い、いや、ライザー、私に任せて。とどめだ、まだいける。トラッカー、遅い。止めてみろ、クラウディア。周りに行けそうか。とどめだ、風が一緒なら。どうだ、おこれで。せーのっと。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。終わりだ、クラウディア。くらえ、来ねえならこっちからだ。よいしょ、やべえ、みんな気をつけろ。そりゃとんでもねえ攻撃が来るぞ。とどめだ、焼いてこい。ふん、あたしたちの勝ちだね。おーい、Ride on the beast toStop engaging with enemies anymore. Beach. 見つけた。Buff. Quality boost.Up this to be real. ここにしよう。Do it, I'll just teleport. この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。魔物の掃討は終わったぞ。これでいいよな。ああ、あとは源者様のご判断を待つ。ディアン、あまり危険なことに首を突っ込むんじゃないぞ。あんまりデアダロを心配させるなよ。血がつながってないとはいえ親みたいなもんだろ。うるせえよ、余計なお世話だ。おうおう、若いくせに生意気だこと。親みたいなものか、いろいろ事情があるみたいだね。え、so that's onePart of the village chief main quest done. Now there, I think there's two more quests that needs to be done, but I think we'll just save it for the next chapter, the next part of the playthrough. ものすごく食べたい気分なんだ。え、食べればいいじゃん、その辺になんかあるでしょ。違う、そうじゃない、俺は今肉が欲しいんだ、それも野生味あふれるやつだ。ん、よくわかんないな。お上品に食べるんじゃなく、獣みたいにかぶりつくようなやつがいい。ライザね、なんかないか、野生味を感じられるすっごい肉だ。お腹空いてるなら、エリ好みするんじゃなくてお腹が満たされるものにすればいいのに。分かってないな、腹が減ってるとは言ってない、口が肉になってるんだ、肉を求めてるんだ。うん、まあその気持ちは分からなくはないかな。要するに肉の味がないと収まらないってことね。うまく言えないが、きっとそういうことだ。しょうがないな。じゃあ何か満足できそうなものを見繕ってあげる。放っといてもずっとうるさそうだし。
Wild meat on the bone. Yasenika. 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 Yasenika.